今月末にアメリカで開催されるチアダンスの世界大会に高浜町内の中学生2人の出場が決まり、このほど激励会が開かれました。それじゃあアメリカの世界大会ということで、まあ存分にですね、楽しんでみてください。そしていい結果が結果のするためにいいと思いますので、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってきます。高浜町が2人にということで非常に誇らしいので、またいい結果が残ったらいいと思いますので、頑張ってください。ありがとうございます、はい。チアリーディングとダンスの世界大会に出場するのは、高浜中学校1年生の角谷里乃さんと2年生の北野真央さんです。角谷さんは小学1年生から、北野さんは3歳の時から京都府のチアダンススクール河合ダンスエージェンシーに所属していて、週4日府内の体育館などで練習に励んでいます。3月下旬に千葉県で開かれた全国大会 USA オールスターナショナルズでは、角谷さんらのチームがジュニアスモール部門で3位に入賞、見事世界大会への出場の切符を手にしました。19日に高浜町役場で開かれた激励会では、野瀬町長がなかなかない機会なので楽しんできてほしいと2人にエールを送りました。世界大会ザ・ダンスサミットチャンピオンシップは今月末にアメリカのフロリダ州で開催されます。ものすごく緊張してるけど自分たちの目標はやっぱり優勝なので、それに向けて頑張ってます。審査員にアピールして自分たちは強いんだぞとか優勝するんだっていうのをアピールしたいです。めっちゃ緊張するけど、大会で悔いのない踊りを、踊りたいです。笑顔を審査員に見せて、自分のいいなって思える踊りを完璧に踊りたいです。大会頑張るぞ。おー